こんにちは、美容師道場の直吉です。今回のテーマはこちら、前下がりグラデーションの綺麗な切り方。はい、で、まあ、結構こういう感じのスタイルやってたりとかするんですけど、うん、今回はね、姿勢にフューチャーして話していこうかなと思います。やっぱね、うまく切れないとか長さ合わないとかっていうのは絶対姿勢がずれたりとかするんですよ、うん、だからこれの切り方っていうよりかも今日は姿勢の方を話していきます、うん、このね、姿勢を知ったりとか、これ一回多分これ見て一回練習したらだいぶグラボブ綺麗に切れると思います。間違いない。もうね、絶対ね、切れるようになります。なのでこれ見て練習していただけたら嬉しいかなと思いますので、まずこの動画を参考にしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあグラデーションボブを切っていきます。切ってですね、グラデーションボブ本当ね、なかなかうまくいかないっていう人いると思うんですよね。そうですよね。でもグラデーションボブってなんかもうさ、うまい美容師のさ、もう何、うまい美容師だったらもうグラデーションボブみたいなのあるよね。グラデーションボブってなんか美容師感強いよね。確かに美容師さんでうまい人はやっぱグラデーションボブうまいよね、うん、やっぱグラデーションボブ見てうまいって思うよね。はい、じゃあ切っていきます。で、アンダーセクションは一応2個で半分の、まあ、ボンヌクボあたり、うん、でまずはブロッキング取ってアンダーセクションのレングスを設定します。これは頭なりに入って切っちゃいましょう。板にしないってことですね。板にしないで切りましょう。やっぱこのレングスだとコーム切りがいいですかね。そうですね、オンザスキンで切れる方がいいかなと思います。ツールもチェックして、で、今日教えたいのはどっちかっていうと姿勢を教えたくて、絶対立って切ろうっていうわけではないんですけど、座ってても理屈は一緒なんで、そこはちょっと知ってほしいかなと思います。で、ここで45度でまず切っていきますね。はい、今日はここは頭皮に対して、床に対して、あ、頭皮に対して45度、頭皮に対して45度でいきます。はい、ここ結構混乱しますよね。床に対してだったらセミリア気味になりますもんね。そうですね、頭皮に対して45度でいきます。まあ首倒してますんで、この頭皮に対してこのぐらいですかね。はい、頭皮に対して45度ですね。これが頭皮に対してセームレイヤーなんで90で、はい、これがここですね。はいはいはい。で、この時に体をですね、こうだと肘がこっちになってると、開いてるとこのパネルっていうのはどん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 こう倒れてっちゃう。ここはまっすぐ切らなきゃいけないところなんで、自分が下がって肘をグッと入れます。うん、こうすることによって縦スラはしっかりと角度がつけられると。で、このまま切れます。今日は姿勢なんでね、はい、ちょっと引きで取ってますけどね。で、ここ入れられたら次はまっすぐ立ちます。まずは真後ろにまず正対して、はい、今ガイドを決めたって感じですよね。だから要は縦スラでガイドを決めた。はい、スラでガイドを決めました。そしたらここから放射状にこうですね、放射状にアンダーセクションを当てると、はい、展開していこうかなと思いますので、右に、はいはい。で、この時も肘とあと体、はい、基本的に僕は教える時に言ってるのは、胸で切ろうっていう話をするんですよ。なるほど。
胸があの切るところに全部こうやってついてくれば肘っていうのが勝手についてくるんで、うんうんうん、こういう姿勢のままこうこうこうやって動いていくイメージですね。なるほど。なんで足はほとんど動かさない。なるほど。どっちかっていうと上半身のこの動きで肘をコントロールしていくイメージですね。なるほど、はい、で今ここで切ったんで放射状に入るとなるとこれが体がちょっとこっちに向いて肘が上がりますよね。はい。でこれが45度の角度になっていればこのまま切ります。大丈夫ですか。はい。で次この肘を保ったまんま次のスライスいきます。次をパネルを取って肘保ったまま45度に引き出します。はい。で次もう一個取って15度に引き出します。はい、はい、ほとんど動いてないじゃないですか。そうですね。位置も移動してないし肘も固定されてると。そうです。グラデーションボブでうまくいかない人っていうのは、まあ、リフトのことをちょっと分かってないっていうのもあるとは思うんですけど、もう一個一つの原因としては間違いなくこの肘だったりとか体を動かしすぎてる、っていうのが一つの要因にあると思います。次も一緒です。次もこの次は左肘ですね。左肘を下になってくるのでこの角度を注意しながら切ります。で左右が逆になるので結構左手が下の場合ブレやすいんですけど、ちゃんとここの視点だけは動かさないようにして次は、アンダーセクション、ここですね。ここまで取ってます。はい。でここもね一緒ですね。体を整体させてまず真ん中をここから横スラで切っていきます。はい、でちょっとアウトこっち回って。ああ。ぶつかっちゃった。はい。茶番ですね。まあ、スライスがこう斜めに取ってあるわけじゃないですか、はい、でこの斜めのスライスっていうのがこうイメージしてってここの前下がりのラインになるわけですよね。サイドの。そうですね。そうなるわけじゃないですか、はい、で、ここをアウトヘムラインを残すのはこっちに引くかこっちに行くか、うんうん、こっちに引けばボブっぽいつながりになるし、こっちに引けばかなりここは前上がりがすっきりするという形になるんで、そこら辺はグラボブは調整した方がいいかなと思います。で、まあ本当ベーシックなグラボを今日切ってるんで、この本当スライス通りのラインで積み重ねて45度で切っていきます。はい。ダイレクションは1個ぐらいですか？ダイレクションは1個ぐらいで切っていきますね。はい。はい、頭皮に対して45度で切っていきます。姿勢はちょっとこの後話そうかな。あ、ミドルセクションからね。うん。こういう形ですね。はい。まあ本当、切り順で言ったらこういう感じになってきますよね。はい。一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。はい、じゃあ次バックポイントなんですけれども、頭の丸みが、バックポイントで下に入ってくるところと上に入ってくるところと変わってくるので、うんうん、ここまでが、
頭皮に対して45度で、はい、切っていきます。まあここはもうほんとこのぐらいのリフトになりますよね。はい、これで切っていきます。じゃあここでちょっとこう姿勢の話もしていこうかなと思うんですけど、じゃあ、さっきにスライス見せてたと思うんですけど、斜めなわけじゃないですかここって、はい、だからそこに合わせて肘もしっかり平行に、はい、なってるべきなんですよね。なんでまっすぐ切るとき、平行に切るときはこうじゃないですか。これで45度のリフトでセンター切りますよね。はい、センター切ったってなったら、ここをこのラインで、肘を持ってきたいのでこうなるんですけど、うんうんうん、これだけだと腕が上がってるだけじゃないですか、はい、で切りたいのはここになるので、はい、体をこっちに持ってきます。おお、なるほど。もう一回ですか。はい、ここを切りたい、はい、ここを切りたいのでまずバックセンターを、バックセンターを切るってなったら、うん、次こっちにもう一個移行する。はい、でここの位置だと胸で切ってることにはならないじゃないですか。うん、ちょっとずれちゃってるんですね、はい、なのでそれをこっちに持ってます。肘を上げて、ここを肘を上げて、このスライス通りに引くと、整体する部分に上半身を持ってくると。そうです。下半身は動いてなかったんですよね。下半身は全く動かしてないです。ただ膝が入ります。グッとグッと入ります、はい、こういう形終わって肘上げて整体して膝入れる。そうするとこのスライスに対してまっすぐ肘が入ってくるんです。はいはい、切ります。はい、はい、で次の時はもっとグッと入りますね。はいはい、頭の丸みに入ってくる感じですね。そう、頭の丸みにこう入ってくる。はい、こういう形ですね。はい、でこのまままっすぐ切る。なるほど。はい、逆も一緒ですね。逆も一回バックセンターからですか。バックセンターはこう、バックセンターを切って、はい、左に行くときは肘をまず下げてスライスに合わせて、そのまま体をグッと入れます。今度は左膝を曲げて、はい、左膝を曲げます。なるほどなるほど。で切る。いや、上半身はやっぱ常に一定って感じなんですか。はい、ここまでは全然一定で切れます。やっぱ足でコントロールしてる感じなんですかね。はい、そうです。これ足を固定させてそうやって入ってくなんか理由って何なんですか。やはりこれがちょっとでも動くと毎回ブレるんですよね、うん、なるほど。じゃあ例えば、じゃあ胸で整体して切ってくださいって言われた時とかにこうやって切るじゃないですか、はい、で次じゃあこっち整体してって言ったらこう動く、うん、どっちかというと僕はそれで習いました。こうやって動いていくわけじゃないですか、はいはいはい、こうやって、はい、でもじゃあこの動いた幅こっちでも同じ幅で動けるのかっていう話なんですよ。うん、分かります。分かります。それどこまで感覚的に覚えてられるのかっていうところと、あとそれで教えられるのかっていうのも難しいじゃないですか。うんうんうん。ここ切って、じゃあ次ここ切って、次ここも切るわけじゃないですか。うんうん。全部こうやって一歩ずつ動いてたら結構曖昧ですよ。しかもなんか横のつながりがずれそうですね。そうです。だからできるだけ下半身っていうのは動かさない方がいい。うんうんうん。これはパッドチェア使ってても一緒ですよ。このまま位置でこうやって動いていく方が絶対に綺麗に切れる。なんか横に展開していく時のつながりが綺麗ですよね、その方が。そうですね。一回一回立ち止まって立ち上がってずれてまた姿勢に入ってってやると位置がずれそうな。そうなんですよね。そこはかなり大きいと思います。うんうん。あとこのままの肘でいけるじゃないですか。うんうんうん。それも大きいですよね。うん。要は体を動かすっていうことは一回全部リセットしないといけないことになるんですよね。ですよね。下の下半身が動いたら、はい、それはあんまりやりたくないかなっていう感じですね、うんうんうん、下をボスッと基盤だけ決めてこの固定したのでこう動いてる。なるほど。こういう形で、そしたら
あまりずれない。うん、こうね、うん、こういう感じだ。こうやって体に教えていくと結構どういうスタイルでも正しい姿勢で切れるようになりますよっていう話ですね。なるほど。はい、次いきます。はい、じゃあ、次のセクションいきます。次のセクションは、まあ、ほぼゴールデンポイントぐらいかな。うん、もう頭が上向いてるところですね。そう、上向いてるところでスライスを取るんですけど、うん、もうここからはもう上向いてきてるんで、頭皮に対して45度で考えてしまうと、ここが90度なわけですよ。あ、オンベースがね、オンベースの下で45度になるとこのぐらいになりますよね。うん、これだと高いですよね。うん、ちょっとハイグラデーション気味かもしれないですよね。ね、うん、だからやっぱりバックポイントより上っていうのはどちらかというと床に対して考えてあげた方が考えやすい。考えやすいですね、確かに。うん、45度のつながりをここにこう、うんうん、つなげていくんであれば、ここは床に対して考える。だからバックポイントを境に、うん、頭皮に対して考えるか床に対して考えるかっていう形になってきます。はい、はいはい、で切り方はずっと一緒です。バックセンターでガイドを、はい、ここでガイドをもうほんとまっすぐで切ります。はい、そしたら次のですね、切り取って、はい、こういう形で出てくるところを切ります。肘このままで、パネルもそのままで、次をすくいます。はい、はい、ここまで来ました。ここまではさっきと一緒なんですけど、はい、ここね、ここね、難しいポイント入ってきました。ここね、はい、グラボブの一番難しいところと言っても過言ではないかもしれないです。ここ、耳後ろね、ここがね、皆さん混乱すると思うんですけど、今切ってたここまでっていうのは、はい、見えますかね、丸みがちょっと緩やかなんですよね。うんうんうん、でも要は丸みがね、こっち側に向いてるんですよ。うんうんうん、自分側に丸みが向いてるって言えばいいんですかね。うんうんうん、こうだから、ここは自分がこうやって動いてあげれば真正面で切れる、うん、丸みなんですけど、うん、この耳後ろから急に丸みはこっちに変わるじゃないですか。うん、横の丸みに入ってきますよね、結構ね。そうです、後ろの丸みから、後ろの丸みから横にグッて入ってくるポイントが耳後ろのここなんで、うん、ここっていうのはこっちにこう引いてしまうと、うん、あ、さっきのパネルに集めて切ると引きすぎなんですよね。お、確かにダイレクションで2個ぐらいかかってそうですね。2、3個ぐらいで。でもこれダイレクション1個で作っていきたいスタイルじゃないですか。確かに。ってなってくるとここではないですよね、間違いなく。このこの子のじゃあオンベースどの辺なんですか。ってなってきますよね。はい、でこの子のオンベースはもう多分ここじゃないですか。ああ、もう結構横気味ですよね。横ですよね。はい、に対してじゃあ1個下げるってなる とこのぐらいですよね。あ、でさっきはこんぐらい引いてる。ああ、やっぱり2個ぐらい引いちゃってますね。だこれだと違うんですよね。だからここを結構こっちに引きすぎちゃったりする人結構いたりする。そうするとなんかグラボブよりなんかショートボブっぽいような、ね、そうですそうです、メリハリがない感じの可愛い感じになっちゃいますね。かなりこうね、こういう感じが残って、うん、ヘムラに残っちゃいますね。ヘムラに残ってここはスッキリはいかないかなって感じになるので、やっぱりここの処理っていうのはすごい大事ですよね。はいはい、はい、じゃあここじゃあどうやって切るのって、正しい姿勢でどうやって切るのって言ったら、うん、ここでようやくちょっと動きます。お、直吉が動く。動く、ついに。ここ直吉動きます。よ、直吉動きます。ここまでは一歩も動いてないです。ここから動くってなったら半歩ですね。この足1個分か、半歩じゃないね、一歩ね、一歩ずれます。はい、一歩ずれてここをグッて入れます。なるほど、はい、グッて入れて同じ姿勢ですね。さっきのつながりからミスまでもいいですか。バックセンターからの、はい、
センター、センターは絶対わかるんで、みんなバックセンター切りました。バックセンター切りました。一つ目の丸みに、はい、一つ目の丸みに入りました。で、次二つ目の丸みこう入りました。で、さっき言ってた三つ目の丸みに入るときに、三つ目の丸みにはトン、トンってずれて、あー、でも左手はじゃあ固定されてましたね、今。はい、左手はそのまま切りましょう。で、ここを切ると。なるほど。やっぱ、じゃあ左手は常にやっぱ一定に、はい、左手はこのつながっていたいので、うん、できるだけやっぱ持っていたいですよね。なるほど。あ、結構ここ思うのは、こう切るたびにこうやって見る人いるじゃないですか。こうやって、わかるわ。もうちょっと前のアブタね、こうちょっと切ったらすぐこうやって見る人いるんですけど、うんうんうん、それはあのずれてきますよ絶対。確かに毎回手を下ろしてんだもんね。そう、毎回手を下ろしてんだから毎回ずれに決まってんじゃないですか、うん、どんだけ正確にできるんだって話だからちゃんとこの肘っていうのを意識しながら切っていきますね、うん、今1個ずれましたね。1個ずれました。2個ずれた。はい、2個ずれました。で、3個目の時に1個ずれてここで切ると。なるほど。完璧だわ。なんで完璧かって言ったら、やっぱ姿勢をぶらさずに切ってるからですかね。いや、嬉しい。で、上も一緒ですね。上も切れるとこまで。あ、ここはあれですね、床に対して45度なんで。そうですね。こここそ本当に分かりやすいですね。そうですね。ここの90度ここですから、ね、うん、これ、うん、これが頭皮に対して90度。はい、それ45度だとこうなっちゃいます、ね、スクエアレイヤーじゃないですか、バカ野郎。そうなんだ、バカ野郎。おバカ野郎スケアレイヤーだとやっぱ軽くなりすぎるから。そうです、床に対しての45度。はい、で切っていきます。お、1個ずれましたね。はい、もう本当はずっとこれで切ってきます。2個ずれましたね。はい、で3個目に入るときに半歩ずれて切る。でも肘はそのまま。肘はそのままです。でもこれやったらずれようはないですよね。ずれようはない、本当に。本当左右ずれちゃう人とかっていうのは絶対この肘が上だったり下だったりとかに惑わされるだけだと思いますよ。うんうんうん。だ、それを固定する方法を見つけた方がいいです。確かに、これができてれば、もし左右がずれたら、まあ、他のところにまた原因があるんだな。そうです、原因があります。ただそれやってなかったら原因がどこにあるかも分かんない。そうです。なんかいいこと言うね。ああ、この前直樹さん言ってたから。はい、高評価、コメントお待ちしてます。直樹氏のインスタ、アブタのツイッターをフォローお願いします。お願いします。チャンネル登録は右下をクリッ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 ク。じゃあ次サイドに移行していきます。で、ここの今ね、バックだけで切っちゃったんですけど、うん、これはバックからね、全部サイドまで移行してスライスをまず引きます、うん、で、分かんなくなる人はまた最初から掴んで、センター1個ずれて、2個ずれて、で3個目から1歩入る。3個目から1歩で、ここ切るってなったら、次ですね。はい、次はもう1個ずれますね。4個目の丸みに入りました。4個目の丸みに入りましたね、はい、そしたら今日全部45度で来ていこうかなと思うんですけど。あ、リフトダウンせず。リフトダウンせず、はい。この部分っていうのはもう頭がこっちに向いてますよね。頭の丸みがもうほぼ横ですよね。横に、横の丸みに入ってますね。横の丸みに入ってるんで、ここを切るときはここで切りたいわけですよ。もう一回近寄ろう。はい、こうなってて、うん、オンベースがこっちじゃないですか。うん、もうそうですよね、横向いてるからね。横向いてるからオンベースはこっちなんですけど、うん、これを1個手前だとここですよね。うん、そうですね。で、ここで切りたいんで、さっきの動いた状態で上体を動かすだけです。
あ、なるほど。さっきね、ヘムラインの時に一歩ずれてるから。そうです。もう足はずれないで体をグッと入れると。そう、体をグッと入れる。で、さっきのこの肘をこうしたまま、はい、維持したまま切る。うんうんうん。後ろ姿ムチムチだな。恥ずかしいからやってよ。結構見る動画なんだから、今日は。恥ずかしいじゃん。で、次も一緒ですね。はい。次も移行してきたら、これをグーって入れて、45度に。なるほど。まあ、要は一歩しか動かないよ。そうですよね。そうだね。はい。で、三つ襟もチェックしましょう。まあ、三つ襟チェックするときとかは状態ずらしてもいいですけどね、別に。三つ襟？もみあげっすね。もみあげね。もみあげがバカ野郎。あ、バカ野郎。結構ね、あれだよ、集中して切ってんだよ、俺は。俺は集中して撮ってる。入っちゃっていこうね。まだ下半身はずれてないと。で、はい。じゃあ次の時に一歩ずらしてここで切る。はい。はい。で、最後まで上半身を入れて切る。生地はできるだけぶらさない。これやってれば本当ずれようがないですよね。はい。なんて言ったって1歩しか動いてないんで。うん。ただ上半身の使い方は意識していかないと最初は慣れなくて、こんだけ体が動かないかなって感じかな。なるほど。やっぱサッカーで鍛えたんですね、これは。これはサッカーで鍛えました。嘘つけ。ずっと前線でこうやってやってました。さっきからやってたとは思えない背中だな。ムチムチやん。なんで今日白着てきちゃったんだ。はい、いきますよ。さっきの続きですね。はい、続きですね。で、一歩入ってで、上半身動いて左肘は変えずに最後までキリキリ。でもそうするとね、やっぱ、ね、上半身あてかあの体でダイレクションができるから、やっぱ綺麗な前下がりになりますよね。そうなんですよね。気づいちゃった。うん、体でダイレクションとリフティングをコントロールしてる。いいこと言うね。うん、これを理解し始めた。うん。でもこれ実際やってみるのが大事だよね。やってみて、あ、本当に間違いようがないなって思うもんね。いや、もう本当そうですよ。これ多分見てるだけだとわかんないと思うんですけど、やると絶対これミスりようがないじゃんってわかるから。もう本当グラデーション、こういう前下がりのグラデーションとかは基本的にリフティングだったりとかそういうところを学ぶいい機会だと思うんですけど、こういう姿勢とかをまた改めて見直すきっかけにもなるかなと思います。一回合格してる人は多分前下がりのグラデーションボブのね、形は分かってると思うんで。そうです。最初分かんない子はね、まず形から覚えたりとかすると思うんですけど、だから本当に何だ、左右ずれちゃう人とか、うんうんうん、まあ、この練習した方がいいと思います。どの練、あの、どのスタイルでも、
なるほど。ソフトモヒカンでもこの練習した方がいいですかね。ソフトモヒカンではどうですかね。ソフトモヒカンこれ必要ですかね。ちょっと混乱します。フォークの話っていうのはどっちかというと姿勢の話ばになっちゃってるんですけど、あ、やっぱ綺麗ですね。アブタが切ったみたいなグラボコだな。綺麗綺麗。アブタも上手っすからね。アブタが切ったグラボみたいに綺麗綺麗。でもこれあれじゃない、今回ノーカットで結構撮ってるから。確かに心の中で直しつつもピッて止めた瞬間に直してんだろうと思ってる人いるかもしれないから。最近はね、アンチ訴えられたりして大変な時代だから。いや、本当だよ。だからあんまり嫌なコメントしないでくださいね。そう、嫌なコメントくるとちょっと萎えるっていう。まあ、あんま来ないけどね。まあ、アンチ訴えられる時代になっちゃったけど。確かに。もう姿勢はいいでしょ。うん、うん、やっぱ上手いっすね。もう切ってるのはもう結構もう単純だよね。単純に姿勢でずれてってるだけって感じですもんね。そうっすよ。それでこんなに綺麗なグラデーションボブが、こういう感じですかね。うん、綺麗。はいはい、はい、お疲れ様でした。グラボン切り終わりました。で、まあ仕上がりどうこうっていうのもそうなんですけれども、まあやっぱ今日見せたかったのは姿勢。そうですよね。うん、だからこういうカットチェアとか座ってたりとかしても肘だったりとかすごい大事なわけですよ。うん、目線で切れるっていうのはすごいカットチェアいいんですけど、やっぱその中でちゃんとこう動いていかないと、うん、やっぱいいカットはできないかなと思いますし、うん、逆に立ちながらこういう動きだったりとか癖づいてたりとか、うん、肘が意識できてたりとかすると、カットチェア座ってても綺麗なカットができるという形につながるので、やっぱ一番は胸で切るっていうところと肘、うん、でそのために上半身だったりとか下半身があるよっていう話になってくるので、やっぱね、今日の動画結構長くはなっちゃったとは思うんですけれども、まあ、しっかりねここの動き方で、これ1回やれば分かる。そう、1回やれば分かる。だからちょっと見直して長さとか合わない人やっていただけたらすごく綺麗にできるかなと思いますので、まあね、ゆっくり切ってもこのぐらいは切れますので、うん、まあね、ぜひともね、初歩中の初歩の話にはなってしまうかなと思うんですけれども、まあ、見直したい人とかはね、ぜひともね、参考にしていただければ嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。よっしゃ。次のおすすめ動画はこちら。アブちゃんの動画の方が市民売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。